この時間はズームアップ。毎週水曜日は九州経済です。最近、幾分朝晩は涼しくなってきましたけどもね。はい、ただまあ今年の夏は酷暑が続きましたよね。35度を超える猛暑日っていうものが本当に長く続きましたが、はい、心配なのが農産物。収穫は大丈夫なのなんでしょうか。今日は農業にズームアップしていきます。長崎県立大学教授の鳥丸聡さんです。鳥丸さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。お願いします。さあ、今日は農業ということですが。ね、そうですね。まあ、多くの日本人っていうのは、はい、まあ、食料自給率が4割下回り続けている中で、うんうん、足元生鮮食品の物価高騰をなんとかせねばと考えているわけなんですけど、はい、まあ、今のあの自民党総裁選の主たる論点にはあまり取り上げられていないようで、そうですね、このね、物価上昇率っていうのが先週金曜日にも8月のデータが発表になってるんですけれども、はい、これっていつも発表される時がですね、変動の大きい生鮮食品を除くっていうので発表され、そうですね、これがね、生活実感とえらい違いじゃないかっていうので、2.8% 上昇っていうのを聞いて、うちのかみさんは 12.8% の間違いじゃないかって言ったぐらいなんですけれども。実感はそれぐらいだっていうことですよね。実感そのくらいなんですよね。例えばですね、生鮮食品の中でも生鮮果物っていうのは、実は前年同月比 10.1% 上昇してて、生鮮野菜に至っては 12.5% 上昇。いや、もう、そっちの方が消費者の肌感覚に近いと思うんですけど。そうですよね。いや、本当そうです。昨日も僕もスーパーで感じましたもん。野菜買えないな、これじゃ。高いですよね。うん。玉ねぎの物価ってですね、はい、佐賀県とか長崎、熊本は全国トップ10に入るんですけれども、玉ねぎは8月 31% 上昇してて、梨、果物の梨は、はい、まあ、熊本、大分、福岡が全国ベスト10に入りますけど、梨は 13% 上昇してるんです。うわぁ。だからそれ除いたところで、2.8% 上昇とか言われたってピンとこないっていうところがあって、うん、ぜひこのあたりは、今の自民党総裁選の主たる論点に取り上げてほしいんですけれども、まあ、外交防衛安全保障とか、はい、年金医療介護の社会保障だとか、エネルギー安全保障だとか、経済、安全保障だとかは論点になっているんですけど、食料安全保障問題っていうのがすっぽり抜けてしまっちゃってて、それがちょっと残念だなっていう感じですよね。で、その稼ぐ農業に関する政策っていうのは、もう法律を作って今までも推進してきているんですけれども、はい、その成果が果たしてどうなっているのかっていうのをちょっと見ていきたいと思います。はい、代表例は、農林水産省が主導する形で、一次産業の農業を、二次産業の製造業とか、三次産業の流通、飲食、観光なんかに総合的にこう展開していく、六次産業化政策っていうのがあります。1と2と3は足してもかけても6になりますので、まあ、付加価値を高めていきましょうっていうことなんですが、なるほど。この六次産業化を推進する法律がですね、スタートしたのが、2011年3月1日なんですよ。今は六次産業化推進14年目に当たるんですけど、制度がスタートした10日後に東日本大震災が起きてて、はい、だから鳴り物入りの農業推進政策が出花くじかれてしまったっていうことです。もう一つはですね、経済産業省主導で、農商工連携推進法っていうのがあって、これは農業と商工業を一体化して、稼ぐ力強い農業を作っていきましょうっていう法律があるんですが、はい、今も続いてますけれども、これスタートしたのが2008年の7月21日なんですね。はあ、こちらも制度を立ち上げた2ヶ月後の9月15日にリーマンショックなんですよ。はいはい。世界同時不況。ですから、稼ぐ農業を推進する二大政策を打ち出した時には、なぜか出花くじかれてしまうっていうですね。
構残念な歴史があるので、もう一度こう取り直しをして、あの法制度をいまいちこう見直す必要もある時代環境変わってきてますので、そうですね。じゃないかと思います。で、果たしてこの九州の6次産業化進んでいるのかどうなのかっていうところなんですけど、農林水産省が6次産業化総合調査っていうのを毎年発表しています。はい。これ農産加工とか、うん、農産物の直売所、観光農園、農家民泊、うん、農村レストラン、これらに取り組む事業者の売上高を調べているものです。はい、で全国のこの6次産業化全体の売上高は10年前より2割増えていて、うん、2022年度で2兆2000億円。っていう多いんだか少ないんだかよくわかんないっていう感じなんですけれども九州7県合計を足し算してみたら4000億円あって、全国の 18% なんですよね。これ全国の2割弱の6次産業化シェアを高いと見るのか、それとも食料供給基地歌っている割には低いじゃないかと見るのか、意見分かれるところですけれども、ただ九州7県でこの6次産業化に取り組んでいる事業者の数、農業生産法人もあれば個人経営の場合もあるかと思うんですけど、はい、全国シェア1割なんですよね。ですから、九州の場合、一つの事業者あたりの事業規模っていうのは全国より大きくて、農業の経営規模拡大っていうのは全国よりも進んでいるというふうに言えるかと思います。で、この統計でですね、九州各県の6次産業化の特徴を調べていたら、とても面白いことに気づきました。お、何でしょう？農産物加工売上高の九州ナンバーワンは宮崎県。へえ。全国順位は北海道に次ぐ2位で、直売所、農産物直売所売上高1位は、九州での1位は熊本県。で、観光農園の売上高九州1位は福岡県。農家民泊の売上高九州1位は大分県。農村レストラン売上高九州1位は鹿児島県。なんか分け合ってますね。そう、綺麗に得意分野が分散してるんですよね。そんなに個性というか特徴が出るとはね。個性豊かなんですよ。佐賀県っていうのが今現れてきませんでしたけど、はい、佐賀県の6次産業化の売上高、全国の真ん中よりちょっと下の30位なんですが、これ人口規模が佐賀県の場合全国41位ですので、それ勘案するとかなり健闘しているっていうふうに言えるかと思います。また長崎県も現れていないんですけれども、6次産業化の売上高全国37位と九州7県では一番低いんですが、長崎県の場合はですね、毎年の漁獲量が全国ベスト3に入っている水産県ですから。水産業がやっぱり盛んで、あとは平地が少ないですよね。農業はちょっと不利ですよね。うん、ですよね。農地に向いた。その代わり、松浦のアジフライはもう全国ブランドになっているようにですね。美味しいですわ。農産物より水産加工に強みがあるということだろうと思います。なるほど。中で私たちはこう食料供給基地九州ってこう一言で表現することが多いんですけど、中身見てみると非常に多様性に富んでいるっていうのが6次産業化の事業分野にもはっきり現れているかと思います。足元の、九州の産業面での話題って言ったら、もうほとんどTSMC の半導体、はいはいはい、いわゆるシリコンアイランドっていうのと、トヨタ日産が EV の電池工場を作るぞっていうので、カーアイランド九州ですよね。この二つのアイランドの話題に大きく偏っているんですけれども、食料供給基地、フードアイランド九州っていうのも、九州各県の強みの分野を、お互いに学び合うことによって、九州全体の6次産業化の推進余地っていうのは、まだまだあるんじゃないかと思うんですよね。ぜひ、
全国レベルで話題にならないんだったら、うん、九州知事会と九州経済連合会とですね、まあ、産官学一体になったところで、もっとこの6次産業化の、九州版みたいなのを、もっと展開していくと面白いんじゃないかなと、感じているところです。なるほどですね。はい。わかりました。鳥丸さん、ありがとうございました。ありがとうございました。この時間は長崎県立大学教授、鳥丸聡さんでした。ねえねえ、太宰って知ってる？太宰？あ、太宰治のこと？その太宰じゃなくて。わかった。じゃあ、太宰府天満宮のこと？その太宰でもなくて。それ以外に太宰なんて聞いたことないし。福岡吉本芸人で一番の注目株の太宰だよ。ビジも最高、ネタも面白い。気になる。太宰の危ないトゥナイト。聞かないと、そう、ご飯。お父さん。